セイマグヌス大聖堂、カークウォール・カークウールは、イギリススコットランド・オークニー諸島の州都、オークニー諸島中最大の町である。メインランド島の北岸にある、カークウォールは、フェリーが本土のアバディーンとラーウィックとの間を行き来している。現在のスコットランドの標準から言えば、人口約8500人の小さな町である。町の中心部には、聖マグヌス大聖堂がそびえ、 その戦闘は、どの方角からもよく見える。大聖堂は、西欧国威博マグヌスを記念して、ログンバルド博により建てられた。大聖堂は、昔の主教館と白爵邸の廃墟も含んでいる。タンカーネスハウス博物館は、スコットランドでも、保存状態の良い16世紀の町屋を展示している。戦士時代のピクト人と、バイキング関連の収集は、国際的に重要視されている。 カークウォールという名前は、ノース人の言葉カークジェバガーに由来する。カークウォールは、古い街並みがよく保存されている。17世紀から18世紀にかけての家々と建築物が、オークニー特有のバーナキュラー様式で建っている。カークウォールの、カークは大聖堂の意味ではないが、11世紀にノルウェー王国によって、聖王ラフ教会が建てられていた。この教会から、 中世の出入り口が生き残ったのである。聖ーラフ教会は19世紀に改築され、内部に11世紀の部分を保存している。カークウォールには、かつて中世の城もあったが、17世紀に破壊された。町の西部には、戦死時代の遺跡がある。ありがとうございます。